演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、というわけで本日はこちら。どうも、本日はこちら、こちらのポップコーンを食べたいと思います。はい、これレンジで作るタイプのポップコーンなんですね。で、こういう風に開けると、これを電子レンジで加熱するわけですね。こういうポップコーンって初めて食べるのに楽しみです。でもさすがにこのままじゃ食べられませんよね。なので電子レンジにかけていきます。出来上がりました。本当に美味しそう。とても熱々でとってもいい香りです。美味しそうですね。出してみるとこんな感じになってます。ではいただきます。キャラメルとかチョコとかそういうのをつけて食べたくなるような、そんなポップコーンですね。どうか出てほしい。程よく塩味が効いていて美味しかったんですが、ちょっと油が濃いかなと思いましたね。まあポップコーンだったらこれぐらい油が必要なのかもしれませんが、でもパリパリ美味しくいただけて、映画とか見ながら食べたいなと思いましたので、こちらの点数にさせていただきます。やっぱりポップコーンといえば映画ですよね。一瞬をすっとこどっこい過ごすのか、どんな過ごし方したんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ動画を拡散していただけると、他の動画も見ていただけると嬉しいです。演舞パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。